ルカシュ・クルパレクはチェコの男子柔道選手。階級は1 0 0ラム超級。チェコ語の発音に近いのはルカシュ・クルパレクである。オリンピックの柔道競技でチェコに史上初となる金メダルをもたらした。クルパレクは7歳の時に空手を始めたが2ヶ月経って自分の取り組んでいる競技が実は空手ではなく柔道だとようやく認識したものの。 空手には移行せず、柔道を続けることにした。2009年と2010年の世界ジュニアで2連覇を達成した。2011年にはシニアの世界選手権で3位となっている。2012年のロンドンオリンピックでは2回戦で、日本の穴板合唱と対戦し横四方型で破るが、準々決勝においてこの階級で、 金メダルを獲得したロシアのタギルハイブライフニアとけさ方で敗れるなどして7位に終わりメダル獲得はならなかった2013年の世界選手権では準決勝でオランダのヘンクフロルに小外掛かりで敗れたが3位決定戦で日本のオノタカシを有効で破って3位になった2014年の世界選手権では決勝でキューバのホセアルメンテロスを縦四方方方で 破り優勝を飾った。しかし、2015年の世界選手権では5位に終わった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、準々決勝で日本の羽賀竜之助を指導にで破るなどして決勝に進むと、決勝でもアゼルバイジャンのエルマールが足もふに大内狩りで一本勝ちして、金メダルを獲得した。なお、チェコ勢としては五輪柔道発のメダルとなった。 その後百キログラム超級に階級を上げるが、二千十七年のグランプリデュッセルドルフでは準々決勝で影浦心に背負い投げで破れるなどして五位だった。ヨーロッパ選手権では三位だったが、世界選手権には怪我で出場しなかった。グランドスラム、東京では準決勝で影浦を墨返しで破るが、決勝では小川岳史勢と対戦すると GS を含めて十四分半もの、 戦いの末に、指導音で敗れて2位だった。2018年のヨーロッパ選手権では優勝したが、世界選手権では5位に終わった。グランドスラムアブダビの決勝では、イナルタソエフに、開始わずか5秒で一本負けを喫して2位だった。グランドスラム大阪では準決勝で影浦を、腕座十字型で破るも、決勝で、フロルに、技ありで敗れて2位だった。 2019年のグランプリモントリオールではフランスのテディリネールに GS に入ってからハライゴシの技ありで敗れて3位だった。東京で開催された世界選手権では決勝で原沢茎に8分近い戦いの末に反則勝ちして2014年に 100kg 級で優勝したのに続いて2階級制覇を達成した。グランドスラムブラジリアでは準決勝でリネールに 反則負けして3位だった。ワールドマスターズでは準々決勝で影裏に反則勝ちするも原沢との決勝は棄権して2位となった。2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝で原沢を技ありで破ると決勝ではジョージアのクラムツシシビリを合わせ技で破りミレムルスカとバルデマールレジェンに次ぐ。 史上3人目のオリンピック2階級制覇を達成した。なお、オリンピック及び世界選手権を2階級制覇した初めての選手となった。憧れの柔道家として井上康生の名前を挙げている。100kg 級での戦績 100kg 超級での戦績。ありがとうございます。